こんばんは、みーちゃんです。今日はまた飲みながらの撮影をしたいと思います。うん、もう開けてます。今ちょっと先開けました。はい、乾杯。今日も乾杯ですね。うん、今日はまたセブンイレブン、ちょっと今日飲みながらの撮影する予定なかったんですけど、ちょっとセブンイレブンに寄ったら、なんとこの銀だこが売ってあったので、ちょっと撮影しながら飲もうかなと思ってます。はい、これめっちゃ銀だこ有名ですよね。美味しいですね。でこの銀だこ、ちょっとね、値段もね、コンビニにしてはちょっと結構高かったんですけど、今回ちょっと買って飲もうかなと思って、でチンしてきました。こんな感じ、外カリカリ、中ふわふわみたいな感じで、でちゃんと銀だこソースもあって、なかなかね、たこ焼きとか買うことあんまりコンビニとかでないんですけど、ちょっと銀だこに惹かれてちょっと買ってみました。で一応なんか家にあるソースとかも用意してたんですけど、なんかついてたみたいで、こんな感じでついてる感じで、でもね、たこ焼き食べたいなと思った時はちょうど、あ、え、かつお節と青のりが一緒についてる感じでめっちゃ便利。こんな感じ、やば、うまそう。いただきます。でも今チンしたばっかりなんで熱そうなんだけど、いただきます。もう、あく、熱い、やば、ちょっと熱いな、やば、ベロやけどする。で、あと、じゃーん、やっぱエビチリ。うわっ、落ちてきた。そっか、開けてたけんか、こぼれた。でも、やっぱエビチリは、今までなんかこう、ファミリーマートと、ローソンとか、セブンイレブンのエビチリって全部食べてきたんですけど、やっぱり私は全部、その、セブンが一番好きです。セブンが美味しい。このエビチリもセブンが美味しかったです。ついついちょっと今日買ってしまって。いただきます。ぜひなんか、エビチリ買うときはセブンイレブン、私は美味しいと思います。うん。うん。うん、エビがプリプリ。超美味しい。うん。美味しい。このじゃーんじゃーん、これ糖質 70% オフのなんか新しいなんかセブン限定みたいな感じ聞いたんですけど、本当にセブン限定かちょっと分かんないんですけど、マークはね、セブンイレブンのマークがついてて、これも2種類あって、普通のやつとなんかセブンイレブン限定のやつ、あ、セブンイレブンじゃない、 70% オフのやつと2つあって、当然私は 70% の豆腐を買ってきたんですけど、これを今から飲んでみたいと思います。うん、あ、似てる、スタイルフリーとこれ似てる味、なんかあっさりな感じのビールみたいな感じ、伝わりにくいかな、なんかちょっとさっぱり飲める感じ。あ、でも炭酸がちょっとスタイルフリーよりは強いかもしれない。でも飲みやすいし、コンビニにしてはいくらだったっけ、120円かな、まあさほどなんか他の発泡酒と変わらない感じ、美味しかったです。うん、なんかたこ焼きも銀だこと普通のなんかしっとり
まあ、たこ焼きみたいな感じのあったんですけど、で、値段も300円ぐらい違ったんですよね。銀だこの方がもちろん高くて、でもやっぱちょっとね、銀だこが食べたくて、こっちを買っちゃったんですけど、ちょっと正解かもしれない。超美味しい。え、ほんと外カリ、中ふわって感じ？うん。うん、美味しい。熱い、でも。皆さん買われるときはね、やけど、まあ、チンされて、やけどに注意されてください。なんかちょっとみーちゃん、でベロが、舌がちょっとヒリヒリする感じで、やけどしたかな？でも、ビールが進みます。夜はこれからですもんね。4本目ぐらい飲んでますもん。やっぱせっかくなんで、ちょっとね、なんかシラフでこう、ね、ちょっと飲み始めでするよりも、ちょっと飲んだみーちゃんもお届けしたくて、まあ、あらかじめ先に、そうですね、3本飲んで、これが4本目って感じですね。はい。まあ、いつもと違う、ちょっとね、違う感じを、ちょっとお届けしたくてですね。このエビチリ美味しい。もうエビやばい。なんかお惣菜買うときも、やっぱ最初に見つけるのは、エビ？エビ系？エビフライとか、それこそ、まあ、エビマヨ、エビチリとかをやっぱ選んじゃいますよね。すごい時は、全種類買うことがあります。やっぱ、エビフライ、エビチリ、エビマヨっていう全部、全種類買って食べたりしますね。なんかこの頃ちょっと蒸し暑い、なんか昨日も今日もなんか蒸し暑くて、もうなんかエアコンかけてます、家では。もう暑い。もう汗ばむんですよね。お風呂入った後でもちょっと汗ばんだりとかしますね。だっけん、ちょっとクーラーとかね。まあ今日は銀だことエビチリとこのセブンのラベルの新発売のビールを紹介しました。まあ、また普通に料理も毎日頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。まあね、良ければね、チャンネル登録とグッドボタンを押していただければ、すごい嬉しいです。みーちゃん喜びます。はい。ってことで、また。はい。じゃあね。今からまた飲みます。じゃあね、バイバイ。